夜7時からクルーズ TV 見てね。いや、俺の番組、ね、なんで。はい、皆さんこんばんは。はい、始まりましたクルーズ TV の、釘町みやびの大人の時間スタートです。お願いします。お願いします。チャンスです。今日は、がっつり出ます。皆さん お楽しみにしてるね。いっぱい喋るね。なんでね、喋る、なんかね、考えずに喋るとポロポロポロってなっちゃうね。考えずに喋るとこういうことになっちゃうから。考えて喋ります。今日ね、実はね、そのもうタイトル言っちゃって大丈夫ですよね。はい、あのファイナルスプリットさんの撮影をクルーズでやってるんです ね、 そうですね。なので、ね、結構ね、いろんなゲストさんが来てくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、あのね、僕ね、あのごめんなさいね、ちょっといい、ごめんね、ちょっといい、あのね、はい、監督、今空いてる感じですか。私もサッカーそうなんですよね。なんか監督もしかしたら入ってくれるのかなとか思ってちょっと思ってますけど、どうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ね、はい、ありがとうございます。救急に座っていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。あの、こちら座っていただいて、僕ここであの控えてるんで。はい、ありがとうございます。はい、あの、お疲れ様でございます。朝早くから撮影お疲れ様でございます。はい。結構もう何日かやられてるんですか。内緒。内緒だって。内緒らしいですね。内緒です。はい。そっか、大変です。暑いですよね。昨日は雨だもん。あ、そっか、昨日は雨だ。寒い。そっか、そうですよね。今日もさ、今日も撮影。はい、です。今日は暖かいですもんね。今日暑くない、暑くない、あんまり暑くない。外ね、今寒いかな、涼しいかな。あのね、昼ぐらいがね、ちょっと結構暑かったね。暑かった。はい、ね、俺皮膚が真っ赤になりました。そう、さっき逆回転言ってた。赤かったかな、今。あ、僕は赤かったんですよ。ここら辺すごく赤かったんですけどね。隠しました。やっぱりあのおかげさまでクランクインできました。ああ、どうもですね。絶賛撮影中でございます。そうですね。はい、どうですか、撮影状況というか、そのこう、なんかこういうとこが楽しいよみたいなのありますか。まだわかんない。楽しい、まだちょっとあれ、今苦しいとこだもん。ああ、そうですね。でも、うん、まあでも、いい作品になってると思います。ああ、そうですね。僕も見ててはすごく、はい、出来上がり中でございます。そうですね。はい、僕も見てて思いました。すごく面白い、なんかあれな。僕ね、まだ俺今撮影中でこの辺プラッと寄ってるからキャストの人もいるんだよ。そうですね、キャストの人をじゃあ、お呼びしますかね。はい、じゃあ俺の人かな。あの監督、じゃあご指名でまず入れて。じゃあ主演のまず和田さん。あ、チャンスます。あ、チャンスます、います。名前言っちゃいけないです。バレバレ言ってますよね。さすが、すごいもう動きが好きで。今日は変身しないぞ。そうですね、今日だけね、もうあの朝早くからもう主演で頑張られてるから、本当に。朝何時起きですか。僕は5時ぐらいですよ。違う。チャンスセバスより遅いって。同じぐらいです。そうですね、僕はここから、クルーズから行かなきゃいけなかったのでね、それの方が早かっただけですね。はい、ね、ファイナルスピードも。付箋がたくさん。ね、そうなんです。もう、なんか仕事してる風。風なんですか。昨日の雨で全滅ですよ。どうもなんか始まっちゃった。 そうですね、
役は言わない方がいいんですかね。お疲れ様です。もうね、すいません、方々ですよね。すごいですよ、あのね、レッドやらブルーやらがもういっぱいいるから。ね、本当にね、すごくなっていうのがあって、ね、本当に。どうですか、撮影の状況というか、やってて、なんかこう、なんか悩んだりとかしたことあります？いや、一切悩んでおりません。おっというセクハラの人だっさ。そうなんですか。あ、そうなんですね。軽いセクハラがこう、はい、聞いてしまいましたよ、水さんが。そうなんですか。裁判起こされたら負けるパターン。それでも僕はやってないって言ってください。それでいきましょう。本当に最後にですね、望月優太さん。あ、そうですね、はい。ビクッてしてますよ。今って感じですよね。でも、結果つまるんだよ。ねえ。ねえ。もう、大変でしょ、もう。じゃあ、下手したらもう。はい、ぜひ。あの、はい、聞こえますか。聞こえますか。はい、じゃあ、はい。藤井さんはまだ短いからね、入れてもらって。はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。素人なんでお願いします。はい、絶対嘘じゃないですか。今回は映画でですね、現役の俳優さんにそれに近い人が現役の素人だから。そうですね、本当にあの役としてはまあ農家ですよね。農家、農家のシーンは出てないけど。農家のシーンは出てないけど、職業的には、職業的には農家っていう感じなんですよね。こんな農家の方いらっしゃったらもうかっこいい。リアル農家だ。農家じゃない、農業法人か。農業法人ですね。だから他の皆さんはね、あの結構あの番手が多かった、その番が多かってそのカットが多かったので、あのお話あまりできなかったんですけど、今日望月さんとは結構お話ができたので僕は嬉しかったんですけど。番手はないみたいじゃないですか。そういうわけじゃない、そういうわけじゃないんですけど、そういうわけじゃないんですけど、あのちょうどねそのシーンがね空いてる時があったのでお話することができて、すごく僕は嬉しかったんですけど。岡山から来てね、調布に泊まってんだけど、朝早い時、通勤ラッシュだよ。そうですよね。ないんだから。何年ぶりの通勤ラッシュですか。何十年ぶり。お疲れ様です。電車が入ってるたびにね。その中で心がないのね。来週の時間も、みかんがメイン MC でお届けしますので。はい。じゃあもいます。じゃあセバスは、しかもいます。はい、6割7割出ると思ってた。ぜひぜひ来週もお楽しみに。はい、では、かぎまちみやびのプロの時間でした。かぎまちみやびとチャンセバスこともう言わないでね、チャンセバスでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。